今回どうでした？かっこいいです。いやもう想像以上にかっこいいっす。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。今日はマナーブさんに手伝いに来ていただいております。今植えてる木は青ダモです。上に電線があるのでクレーンを気をつけて操作しないとです。そうですね、高くですね、築山にしてここはね、盛り上げるということです。このあと防草シートを敷きましたら、最近流行っている石を上に敷く予定です。砂利出るね。休憩中です。疲れた。でも早いね。学ぶくんもいるし、ね、1時間でこなげてきました。ここまで完成です。今この下をすき取りしてます。普段事務所に引きこもってるから体動かすの大変だ。まなぶくんの青いシャツが光ってます。休憩中でした。はい、あのクリスマスローズの右後ろに入れるか。で、それ、そっちのは何それ？アガパンサスとビバーナム。ビバーナムを、ギボシの、どこがいいか。これは常緑だから。うん。で、このアガパンサスで締める。それとも、ビバーナム端っこにして、アガパンサスはあそこにある。うん、こうなってこうなって。ギボシ、ビバーナム、アガパンサス。端っこなんもなくなっちゃってる。ギボシ一番端にすると。こうして。で、ビバーナム伸びるじゃん。うわってする。じゃあビバーナムそこがいいや。そうか、それがいいや。それで。ギボシで、アガパンをここにしとく？いや、近いな。そのクリスマスローズも少し離していい？前へ行くもっと。まあ、土が今入ってないからだけど、教会から出ちゃってるけど、うん、ちょっと抱いてみて。アガパンサスももう少し離していい。クリスマスローズからもうちょっと離して。
そのぐらいでいいんじゃない。原始人。自分人間やってるぜ。生きやってる。あ、お店に石を取りに戻ってきました。今積んでるのは、ブラック